皆さんこんにちは。今回話したいのはね、恵まれてるから幸せなんじゃないんだっていうことをね、お話しした後に、生まれないことが一番だと気づかない方が良かったってことをね、お話したいと思います。視聴者の方が言ってたんですけど、まあ日本は恵まれてると。それは事実ですよね。日本って世界的にかなり恵まれてるんだけど、恵まれてるから幸福なんじゃないんですよね。要はある程度いろんなものが揃ってる国っていうのは、恵まれてることと人間の幸福度っていうのは比例しないんだと思うんですよね。ここ勘違い結構してる人多いと思うんですけど、だって恵まれてるから幸福なんだとしたらさ、日本人はほとんど幸福じゃないですか。で、自殺者もいないだろうし、幸福なんだからみんなウキウキしてるじゃないですか。でも実際自殺者多いし、みんな不幸そうだし、不幸な人多いし。だから要は、物質的に恵まれてる国では、ほぼ物質的な豊かさっていうのはみんな享受できちゃってるんですよね。だから幸福なのかっていうと、ちょっと違うんですよね。そこが人間が難しいとこなんですけどね。むしろ日本とかって幸福度低いですよね。世界的に。こんな物質的に豊かなのに。じゃあなんで不幸なのかっていうと、それは多分精神的な余裕がカスカスなんだと思うんですよね。先進国って言われてる国では、マズローの五大欲求ってあって、基本的な欲求、定時の欲求が満たせてるとね、徐々に徐々に高次の欲求にシフトしていくっていうことなんですけど、でもその日本とかアメリカみたいな、その先進国っていうのは多分そういう定時の欲求っていうのはもうほぼほぼみんな満たせちゃってる。だから、そういう社会的欲求とか自己実現の欲求とか承認欲とかさ、ある程度高い次元の欲求を満たそうとして、高い次元っていうのを満たすのは難しいんですよ。だからそこで人によってね、満たせてる人と満たせてない人がいて、それで不幸になっちゃったりとかすることもあるし、あと、やっぱり日本人は思うんだけど、先進的なね、余裕がカスカスなんだと思うんですよね。あれもしなきゃとか、これもしなきゃとかね、忙しいとか時間がないとか、常に追い立てられてて精神的な余裕がないとか、やりたくないことが多いとか、あれが心配とか、これが心配とか、あれが不安とか、要は精神的に疲れちゃってる人が多いんですよね、日本は。だから日本とかアメリカなどのいわゆる先進国って言われる国では、ほぼほぼ悩みって結構似たり寄ったりなんですよね。日本よりはね、アメリカの方が幸福度は高いらしいんですよね。まあその幸福度一番高いのっていうのは、北欧のスウェーデンとかフィンランドとかそこら辺の国なんだけど、でも日本とアメリカを比べた時にアメリカの方が幸福度は高いんだよね。で、その日本の幸福度が低い理由って、今はコロナもあるので普段とはちょっと違うかもしれませんが、原因としてはね、一つ目は人口密度で、二つ目は働き方や労働生産性で、三つ目はね、日本人には心配性の遺伝子がある人が多いっていうことが科学的に証明されてるっていうことがありまして、四つ目はね、孤独感っていうのがあります。で、五つ目はね、日本人は真面目すぎる、休まないっていうのもあると思いますね。先ほど話した精神的にカスカスって言ってる原因が、このね、五つ目と三つ目のね、心配性の遺伝子にもありそうですよね。で、一つ目の人口密度と二つ目のね、働き方や労働生産性っていうのは私が思ったことです。で、一つ目の人口密度なんですけど、日本ってなんか人口密度高いですよね。で、どこ行っても人だらけだし、しかもこの人を見てるだけでもなんかすごい、なんつうの、そっちに心が奪われちゃうっていうか、人がなんかギスギスしてたりとかさ、すごい人がせかせかしてると自分もそうしなきゃいけないみたいな思いになっちゃったりとかして、日本全体の空気がやっぱりそういうピリピリしてるっていうか、忙しいみたいな感じになっちゃってるんですよね。で、だから人口密度が多いから、だからその人を見たくなくてもいっぱい人がいるからもう仕方ないっていう、特に日本っていうか東京の人に、東京っていうか首都圏の人ね。でもアメリカとかだと人口密度低いんで、まあそういうのはないよねってことだよね。人口密度低いと何が幸せかっていうと、やっぱりなんかいっぱい土地あるし、ね、ゆとりあるじゃないですか。土地が広いしね。で、人と人の感覚も広いだろうし、で、家も広いだろうしね、当然ね。だからそこかなと思うんだよね。で、二つ目のね、働き方や労働生産性なんですけど、日本よりもアメリカの方が一人当たりの労働生産性って高いんですよね。で、これは、その基本的に日本人の働き方、なんだろう、根性論みたいな、1日8時間、週5日以上はもう絶対働くんだ、出社するんだみたいな働き方じゃないと思うんですよね、向こうは。普通に働き方が結構多様で、なんか在宅勤務とかさ、いろんな場所で働いていいとかさ、結構その場所的時間的な拘束にとらわれない働き方が結構アメリカだとありまして、で、まあ、その要は、だから、成果さえ出してれば別にどこで仕事しても、いつ出社しても出社しようがしまいが構わないっていうようなね、なんかスタイルだと思うんですよね。だから、そっちの方が多分、労働者が、なんか働きやすい環境とかで働けるわけじゃないですか。だから、その分、成果を出しやすくて、労働生産性が上がるっていう、結構合理的な考え方なんですよね。なので、日本もそっちにシフトすればいいのにって思うんですけど、なぜか日本人はね、会社に来て1日みっちり8時間以上働くっていう、で、週5日、拘束されるっていうのがなんか固定化しちゃってて、同調圧力かわかんないけど、社会全体に浸透してて、それを変えようとしないって、日本人って変えようとしないんですよ、なんかいろいろね。なので、結構保守的だなと思って。なので、そこのところをね、変えていかないってダメだと思いますね。はい。
で、三つ目のね、日本人には心配性の遺伝子がある人が多いっていう科学的なデータとね、四つ目の孤独感なんですけど、それはね、こちらの記事にも載ってまして、こちらですね、日本人の7割に当たる人が遺伝性の心配性とも呼ばれる、セロトニントランスポーター遺伝子性性型を持っていると言われてます。ですから、悲観的な要素が増えるほど、国民は過度な不安に苛まれ、ネガティブな同調が起きやすくなります、ということです。あとね、人間関係なんですけど、今は、都市部に人が集中してますよね、日本はね。で、人間関係が希薄化した都市部では、困った時にね、頼れる人がおらず、孤独に苦しむ人が、増加しています。これも日本人が幸福を感じられなくなっている大きな理由の一つです。はい、今みたいにね、三つ目なんですけど、日本人にはね、もともと心配性の人が多い。科学的に心配性の人が多いってことなんですけど、私もね、かなり心配性の方なんですよね。で、四つ目はね、孤独感なんですけど、孤独感っていうのは今はね、こういうインターネットで繋がってる環境にある限り、ないと思うんですよね。そのスマホもありますし、あとね、YouTube とかね、SNS とか、ソーシャルメディアがいっぱいあるじゃないですか。なので、孤独感っていうのは今の時代はそこまで感じないとは思うんですよね。困った時もね、こういうインターネットで検索したりとかね、SNS 上でね、誰かに頼るってこともできると思うんですよね。なので、都市部での人間関係が希薄で、困った時に頼れる人が本当にいないっていう状況っていうのは、そんなに今はないと思うんですけどね。私も今程よい田舎、ラーバンな環境で一人暮らしでほぼ部屋に引きこもってますが、ネット環境さえあればあまり孤独を感じないんですよね。で、5つ目なんですけど、日本人は真面目すぎる休まないってことなんですけど、まあね、日本人って残業もいっぱいするし、休まないですよね。まあその社会の目とかがあって休めないっていうのもあるんでしょうけどね。うん、それでも真面目に休まないっていうのを貫きすぎて、精神がね、カスカスになっちゃうっていうのもあると思いますよね。ただ休まない割にね、一人当たりの労働生産性って低いので、やっぱりね、無駄な苦労をしてんじゃないかなって私は思うんですよね。まあそのアメリカもね、なんかすごい医療費が高くて、医療保険が月々すごい高いっていう問題があって、でなんかオバマがそれを改善しようとしたんですけど、結局ダメで。うん、だからそういう医療の面を見ると日本人の方がやっぱり幸せかなと思うんですけど、やっぱりね、全体的に見るとやっぱアメリカと日本だとアメリカ人の方が幸福度高いらしいんですよね。まあだから結局あれですよね、先進国で生きるのに向いてる人っていうのは、どんなことが起きてもね、先進国で起きることって基本的にその不幸なこと、先進的にショッキングなことが起きると思うんだけど、そういうことが起きても冷静に穏やかに朗らかに過ごせる人、常に余裕がある人ね、心にね、は向いてんだと思うんですよね。視聴者の方がね、生まれてきて良かったことは生まれないことが一番だと気づけたことだって言ってましたけど、確かにね、生まれさせられる側からしたら生まれないことが一番なんですよね。ただそもそも生まれないことが一番だと気づかない方が良かったんですよね、我々はね。だって今いる人全員それが叶わないんですからね。叶わない願いを持ち続けるってことは辛いですよね。例えば愛する人を自殺で亡くした人はその愛する人に会いたいと思うかもしれないけど、それって辛いじゃないですか。絶対叶わないんですから。だから人間って考えなくてもいいことまで考えちゃうんですよね。例えば過去のこととか本来は考えないべきなんですけど、そういうことまで考えちゃうから辛くなるんですよね。で、話を戻しますけど、生まれないことが一番だと気づかない方が良かったということなんですが、今の現状がね、地獄のように辛い人は生まれないこと、反出生を考えると、いくらか気が楽になる場面もありますよね。その現実逃避の手段としてね。以上になります。当チャンネルでは、今苦しんでいる方や死にたいと思っている方に見ていただき、少しでも共感をいただけたら嬉しいです。当チャンネルに少しでも共感をいただけた方がいたら、高評価やコメントやチャンネル登録をお願いします。